こんばんは。先日2回目の相談をさせていただいたものですと、あまり時間を空けずに連絡してしまい申し訳ありません。全然別に問題ないですけど、プーさんからの力強いお言葉や、助言、リスナーさんたちの優しいお言葉を頼りに今自分ができることを考えたり、実行しているのですが、その中でまた自分自身だけでは判断が難しい問題にぶつかったので再度助言をいただきたくご連絡しましたと、重ね重ね申し訳ないですが、今回の相談に関しては一度プーさんに目読していただき、他の方のご迷惑にならない発言とそうではない発言を精査していただけると助かりますと、今回の相談なのですが、一言で言うとフラッシュバックと記憶についてですと、13歳くらいからずっと定期的なフラッシュバックがありますと。理由はわかりません。というか私には13歳以前の記憶がありません。飼っていた動物たちの記憶、ブレた写真のような壁、コップが割れたような音、それ以外は何も思い出せませんと。13歳までの写真を見ても自分がそこにいたんだろうなとは思っても、自分がどうしてそこにいたのかは全く思い出せません。友人関係は中学1年生から転校しているので、小学生の時の友人とは交流がなく、卒業アルバムを見ても名前を読んでも私にとってはまるで面識のない人ですと。生徒会長だったこと、バスケ部だったこと、小学校3、4年生くらいの時一時的に耳が聞こえなくなったことなど、普通は覚えていそうな出来事も家族や親戚が話している会話で聞いて知りましたと。現在の状況ですが、多くの場合具合が悪くなる予兆がわかるので、自分自身で対応対策ができるので、他の人に比べてとても軽いものだとなのだと思います。ですが最近その症状の頻度が増えています。私としては過去の記憶は思い出したくありません。理由はわかりませんが、多分楽しい記憶ではないからですと。けれど同時にいつも感じている自分は誰なんだろうという疑問の答えもそこにあるため、もう少し頑張って理解しなくてはいけないのではと、相反する気持ちもありますと。本来ならこの相談を一番最初にすべきなのに後出しになってしまい申し訳ありません。上記のことは今まで誰にも話したことがなく、できれば話すことなく終わりたいなと思っていましたと。けれどこれからの生き方や自分の考え方を変えるために頑張るほど前に進もうと思えば思うほどどうしても引っ張られてしまいますと。そしてプーさんになら信じて話せると思いましたと。この思いをどう処理したらいいか助言をいただけたら助かります。よろしくお願いしますっていう。いつも感じている自分は誰なんだろうという疑問の答えもそこにあるっていうことなんですけど、ここにあるんですか。現実感がないのは過去が思い出せないから。ちなみに通話できないですよね。もしかしたら途中で途切れてしまうかもしれませんが、はい、もしもし、あ、こんばんは。こんばんは。聞こえてますか。大丈夫そうですか。はい、はいはい、はい。で、今回の相談がその、今じゃあ途中からいきましょうか。じゃあ、お願いします。現実感がないっていうのはその何に対しての現実感がないですか。朝起きた時とかに、はい、夢なのか現実なのかを毎日考えたり、うん、こう、うん、ふとなんか運転中とかに、うん、すいません、なんかどう言えばいいのかわからないんですけど、うん、あの今ここに生きてるのが、うん、あ、例えば次の日に嘘でしたってなったとしても、うん、あ、やっぱりね、みたいな、うん、なんか自分が生きてて積み重ねてきたものを、うんうんうん、なんか信じるという、明日もそれがあるとか、うん、なんか重ねていくっていうことの体感ができないというか、それが13歳未満の記憶がないがゆえにってことですか。なの
このことをそはの人に話したことがないので、い。普通というものがわからないんですけど、はい。そうん。の他の人にそういう、そういうものはどうっていう質問をしたことがないのでわからないんですけど、はい。普通の人はきっとそういうことをあんまり感じない、覚えてる人の方が多いし、ってことを考えると、そのみんなと違うところがそこなので、そこにその原因があるのかなっていう自分で考えては生きてきたんですけど、それはもうずっとってことですか？じゃあ生きてきたっていう表現であるなら。そうです。13歳も曖昧で、14歳からは割としっかり記憶があるんですけど、そのしっかりした記憶の時にはもうそういうことがあって、で、それがひどい時に、その耐えられない時は、自傷とかで、その生きてる、痛いから生きてるとか、なんか、あと、その、どうしたらそういう、なんか、記憶というか、こう、空っぽな感じがするっていうのは、過食とかで埋めるっていう感じの、その対処じゃないけど、そういうことをずっとしてきて、ただ、大人になって、その子供が生まれて、自分のためにやめられたというか、よりは、子供たち、どういう自分に事情があったとしても、産んだ子供には関係のない話だから、しっかりしなくちゃいけないと思って、徐々にそういうのはやめていけて、今は、ず、うん、自分とそもそも向き合う、そういう根本のことからは逃げてたので、あまり考えても意味がない。いろんなことになんですけど、それは。意味がないことは横に置いといてっていうふうにしたんですけど、一番最初にご相談させていただいたときに、もう変わりたいってそれまでも何年か前から思ってたんですけど、変わりたいから変わるってなって、今まで横に置いてきた問題というか自分のを考え始めたときに、その前に進みたいというか変わりたいと思って考えると、どうしても追っかけてくるというか、いや、それその表が、現でわかるっすよ。でも、それは自分自身だってことも分かっていて、今はその現状がないので、今じゃない、私じゃない、今は私は関係ないって思うことで、やり過ごせてはいるんですけれども、どうしたいのかと聞かれると、できれば、このまま全力で逃げたい、そのことからだけは、会いたくないのか会えないのかわからないんですけど、時間に余白を作って、体的にも心的にも、ちょっと、なんか考え、なんゆったりしようっていうのをやってる中で増えたので、多分、
それが今までは、うん、それを考えるのが嫌だから、うん、ずっと、いろんなことで時間を埋める、はい、っていうことをしてきたんじゃないかとも気づきました。うん、うん、なるほどね。はい。まさに一番よくあるフラッシュバックのパターンなんですけど、それが。はい。その、なんていうんですかね。今まで余裕がなかったから、フラッシュバックしてなかったものが、余裕を作った時に、こう、余裕を作ったり、余裕ができた時にフラッシュバックが増えるっていうのはすげえよくある、一番よくあるパターンなんですけど。それの、じゃあ、要は変な話、回避方法は自分の中で持ってるってことですよね。はい。なぜそれ別に向き合う必要ないんじゃないですか。そのまま、そのままの状態で、そういうものなんだっていう納得のまんまいければいいっていうことですかね。それができるのであれば。はい。だからなんか、必ずしも全部に向き合って、必ずしも全部に正面からぶつかって、必ずしも全部に答えを出さなきゃいけないわけじゃないんですよ。はい。なので、そこと向き合いたくないものがどうしてもあるのであれば、はい、まあ別に問題ないというか、はい、ちなみに話変わるんですけど、はい、結婚って何歳の時にしたんですか？19歳です。ああ、ですよね。はあ、はい。ちなみに何年ぐらい付き合ったんですか？1ヶ月です。すげえな、極端に出てんな。なるほど。恋人じゃなく、そもそも、いや、なんすか、言っていいですかね。いいっすよ、大丈夫。そもそも家がなくて、なくてというか家に帰れなくて、いろんな人のところにいて、で、お家を、に泊まらせてもらう、代わりにっていう、ことだったので、で、はい、ご主人は、何個上ですか？はい、12、3個。4歳上です。はい。なるほど。まあそれでご主人のクズのルーツが分かったんですけど。なるほどね。ちなみにどうやって知り合ったんですか？ご飯を食べに行った時にいた人です。どこに食べに行ったんですか？居酒屋さんみたいなところにいた人、で、まあそこでナンパされたみたいなことですか？はい、友達と一緒に行ってて、なるほど。はあ、まあそうね、そのパターンか。まあそうっすね。まあついこの間も同じパターンがあったんですよ。ね、60歳と23歳の女の子のね、はい、60歳のおじいちゃんと23歳の婚姻関係の話があったんですけど、多分それと多分ほぼ一緒だろうな、入り口があって、はい、まあ思ってたんですけど、配信見てました。あ、本当ですか。はい、なんかそんな感じですよね、多分ね。そうです。そもそも多分、子供と動物への愛情はわかるんですけど、恋愛感情というか、がわからないかもしれないです。ああ、まあそうでしょうね。信用が
どうやってすればいいのかは、わからないかもしれない。それでも、ご自分で理由は分かってるっすよね。はい。そうっすよね。うん。じゃあ大丈夫です。はい。はい、一応言った方がいいっすか？え？一応言った方がいいっすか？あ、合ってるかどうか確認がしたいです。うん、そうっすね。はい、まあ多分、好きっていう感情じゃなくて、何かから逃げたいというところでたまたま拠り所が見つかってそのまま拠り所にいたから別に恋愛感情って知らないまま結婚しちゃったっていう話ですよね。簡単に言うと、はい、そういうことですよね。はい、うん、はい、で、うん、まあそういうことか。まあじゃあそうなってくると、まあ子供は結果的にできたから好きだけど、別に子供が欲しくてというかねっていうことではなかったってことですよね。変な話ね。一番最初に言い出して、うん、18くらいの時に私、うん、その大人になるのがとても、うん、言い方がすごく悪いんですけれども、はい、いいっすよ全然。大人をとても恨んでいた時期があって、うんはいはい、何も見て見ぬふりをするというか、うん、なので大人になるっていうのが、うん、自分も同じ大人になるのがとても怖くて、うん、で、うん、そのすごくバカな考えなんですけど、はい、20歳 に、うん、なる前に、うん、もうやめようと思っていて、うん、でそうやってきたので真面目に自分の将来のことを考えることもなくて、うん、でも19の時に、うん、そう妊娠をして、うん、すごくその自分の理想では、うん、家族が欲しかったっていうのもあったので、うん、理想の中では、うん、あったんです、うん、あのなうん、わかりますよ。はい、うん、すいません。大丈夫ですよ。はい。はい、で。なので、うん、子供を抱いて、うん、うん、なんか、うん、初めて人、うん、人間ってあったかいんだな、うん、と、思ったし、その子供がいなければ、うん、自分の人生はどうなってたか分からないので、うん、とても子供たちには感謝しています。うん、まあ恩人ですね。うん、まあそうっすね。なんとなくそうっすね。背景はいろいろ見えてきたんで、うん。なるほどって感じなんですけど、まあじゃあそうすると本編に戻ると、そもそもフラバを消す方法っていうのが必要なんですか、それともこれはなんとなく横に置いておけるからこれと向き合った方がいいのか、それとも向き合わず今の方法でいいのかっていうことだったりするんですか。そう。過去2回の相談の中で、うん、もう少し気楽にこう、うん、ゆったり物事を考えたり、うん、自分を突き詰めなくしていくっていうことを、うんうんを、うん、もらっその、うんそこに向かおうとしていて、うん、ただその
余白を作ると、そこに出て、入ってきてしまうことが、どうしたらいいのかわからないなって思って、私的に、その手段は、ちょっとゆったりは今の自分にはできそうにないので、この責任を伴わない、楽し、たの、うん、居心地のいいことをするっていうことに、シフトチェンジした方、向かう考え方を、向かう先を変えた方がいいのか、余白を作る。だけどそこに昔のことを入れさせない自分を作った方がいいのか、っていうような、この、どういう道、前者の方がいいとは思うんですけど、ただ、今買わせてるんですよね、そのフラッシュバックを。それともたまに考えちゃうんですか？症状を買わせてる感じです。でも頭には浮かび続けてくると。でも、具体的ではないです。なるほど。今ちょっと僕が懸念しているのは何かっていうと、そのフラッシュバックが増え続けることによって、何か、きっかけを作ってしまう可能性はないことはないなっていう。きっか思けといい出う、しちゃうそうわでけです。すか？そういうことです。だそから、れがちょっと一番怖いかなそうと。ですよね。で、多分おそらく自分が無意識で封印してる記憶なんで、そこが思い出しちゃった時が結構俺はやばい気がするんですよね。そこは、やっぱり考えないように、封印を解かないようにっていう、そこを抜き、なんか、うん、土台、自分の構築する土台がないような気がしてしまうのが、この偽りなんですかね。そう思い込んでるだけなんですかね。偽りとは。その考えが別にその13歳からの自分っていうことで、その時もいろいろあって、で、今またこの前、いろいろ助言をいただいて変わるっていうことにシフトチェンジできたってことになって、その今の自分から土台を作るっていう考え方に持っていった方がいいんですかね。土台を作る。自分、なんていうかな、ごめんなさい、全然いいっ言いすよ。方が、いや、全然いいっすよ。好きと嫌いの話を前回させていただいたんですけど、人を好きになる、嫌いになる、みたいなことを話す、その考えて、まず、私の場合は自分を知らないのが、知らないから好きも嫌いもわからないっていうのに行き着いたので、自分を知ろうっていうような感じとかを思うと、その過去を遡っていってしまって、自分の傾向というか、私が覚えて気づいた時点では私は何に苦しんでるのかもわかんないけど、苦しかったっていうのが最初の記憶なので、まずどういう人間だったのかっていうのを多分ちょっと知りたいと思っちゃったのかもしれないです。だからいろいろ増えたのかもしれなくて。だから、
ちょっと待ってくださいね。はい。今ちょっと整理してるんで。すいません、説明が下手くそで。いや、全然違う。説明は分かりやすいです。はい、分かりやすいんですけど、じゃなくて、はい、そのあなたの今、俺が今何考えてるかっていうと、その、はい、今おっしゃってるところ、俺が今ちょっと突っかかったのは、引っかかったところがあって、自分を知らないと好き嫌いが判断できないんじゃないと思うんですよ、多分。自分を知らないから好きか嫌いかが判断できてないんじゃないんじゃないと思うんですよ、多分。はい、自分がない理由は、うん、人にの意見に従って自分で決断をしてこなかった、うん、だと思うんです。うんうんうん。それは納得できます。はい。うん、その、ではなんでそうなったのかっていうのが、うん、なんだろう。自分が、自分の言ってることに自信がない。そうそうそう。っていうのがあって、うんうん、その自分に自信がないっていうのは、うん、自分がどういう人間なのかを自分で分からないって、うんうんうん、自分を信頼してないからなのかなって思って。ああ、説明うまいっすね。なので、うん、はいはいはい。わかりました。自分を知るっていうのが、うん、はい。すみません。はあ、はい、完璧っすね。頭いいっすね。いえ、うん、伊達に、伊達に一生懸命考えてないわ、うん、さすがです。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。なるほどね、うん、そういうことか、うん、なるほどね、うん、だ、まあそうね、うん、人と、うん、ちょっとだけ話がそれてしまうと思うんですけど、うん、はい、なんですか、人と、うん、その人とのやり取りというか、人とのこの交流のことについても、あれからというか、1回目からずっと考えていて、うん、はいはい、私の場合、うん、一緒にいる人の、うん、が一番、うん、なりたい姿が、うん、なりたい姿が満足するような会話をするんです。ああ、はい。うん、はいはい、なので、うん、すごく、うん、ちょっとこう、気にしいなのかなっていうところに一回は思ったんですけど、うん、でも私の場合は、うん、多分他の人と違って、うん、私はその自分自身にもそうなんですけど、うん、なんか人にも、うん、そのレッテルを貼ってるのかなって。分かってもらえないとか、そうしないと、うん、その攻撃されてしまうという、その、うん、その優しい人にも対しても、うん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 、レッテルを貼って、自分自身は、うん、すごくなんか褒められるのとかがもう苦手で、うんうんうん、なんか悪く言われると、うん、悲しいなと思う反面、うん、とするみたいな、うんうん、自分もいて、うん、その自分自身も自分はダメだっていうレッテルを貼っているし、人と接するときに、うん、ナチュラルな自分でいることができないことに気がついて、だから多分、うん、その、うん、好きか嫌いかっていう話なんですけど、うん、それを考えてる余裕がそもそもないのかもしれないです。うん、うん、なるほどね。一生懸命というか、頭がずっと、うん、今のそのリアルタイムのリアクションをどっちに振ろうかっていうところでも、はいはい、その情報をとにかく蓄積させる、自分の中に蓄積していって、はい、その情報、得た情報によって自分のキャラクターを構築し、その場でリアルタイムで構築していくからってことね。はい、うん、なのでいろんな知り合い、うん、別のところの知り合い、お兄ちゃん、うん、上の子の学校、下の子の学校とか、うん、自分からもともと知ってる人っていうのの、うん、相手方の
心象がまるで全部違う。で、まあ、でも、それも含めて、自分は本当はどういう人間でどうしたいんだろうっていうのことを考えなくちゃいけないなって思うと、やっぱり自分を知ることっていうところに戻ってきてしまって。まあでも正直、はい。多分大多数の人が大なり小なりよ、その状態なんで。だからそこを正直、難しい話ですね。相手にとっても居心地が良くて、私にとっても居心地のいい人間関係を作るには、ありのままの自分でいることですか？必ずしもそうとは言わないっす。っていうのは、それが、例えばじゃあ、ありのままの自分でいることが辛い人もいるわけで、逆に言うとね。で、結局そこって処世術みたいな話になってきちゃうんですけど、ありのままの自分じゃなくて作った自分の方が逆に自分として居やすいパターンってあるんですよね。で、今まで逆にそれがだから、ありのままでじゃあ自分が思ってること全部嫌なものは嫌っていう、やりたくないことはやりたくないっていうのが辛いから逆に自分を作ってそこを、包み込んでしまって、やっちゃった方が、それをね、はっきりと言葉にするよりも、やっちゃった方がストレスないわっていう人もいるわけで。だから一概に、必ずしもそうなわけではなくて、それに、必ず、ついて回るものが、メンタルの強度で、メンタルの強度が、一定ラインを超えていないにもかかわらず、例えばじゃあ俺みたいに思ってること言ってやりたいことやってっていうことをやると、逆にメンタル来ちゃってそっちの方から潰れちゃう可能性があるんですよ。そうだから、ただあなたの場合は、メンタルの中にも、種類があるんですよね。対自分に対するメンタルの強さと、対外的に、対外的に向かっているメンタルの強さとっていうのがあって、あなたの場合は、対内的に向かうメンタルの強さは相当あると思ってるんですよね、僕は。辛抱するみたいなことそうですそうか？そうそう、そういうことであ、す。はい。で、それが、対外的になると、そこまでメンタリティが、普通の人よりは高いですけど、私の場合は母親である自分、妻でいる自分とか、この人の友人である自分っていう、一つずつ、その、キャラクターに、が、明確にすごく、ね、計算してやってるわけじゃないんですけど、その場その場で、勝手に切り替わるキャラクターみたいなもので、その、私個人、自分自身っていうものは、
私の生活にはない、なかったんですよ。ないようにしてきて。うんうんうん、なので、自分自身の話をしてって言われるというか、自分自身の話をすることもなく来たので、うん、いつもはもっと多分、なんか、チャキチャキしてるというか、うん、自分の発言に、というか、うん、そのキャラクターに付随した考え方っていうのが定着しているので、うん、キャラがぶれないんです、そのキャラが。うんうん、はいはい、なんですけど、うん、自分自身になるととてもわからなくなってしまうっていうのがあるんですけど、そこは、うん、先ほど、プーさんがおっしゃった、うん、なんかこの、そういう、自分、ありのままではない方が楽になれる方っていうのに私が当てはまって、うん、そこはあまり逆に考えない方がいいんですかね。その本当の自分というか、その自分はどう、うん、そこはあまり考えない方がいいんですかね。ね。はい。うん、ああ、なるほどね。そこでさっきの、はい、新しい、はい、だからここを土台にっていう話ね。はい、これが、はあ、はあ、はい、うーん、ちょっと待ってね、うん、うるせえからコメント打つな、はい、バカだから、うん、もう、うん、バカなやつはコメント打つな、本当に、うん、頭が悪いから、ちょっと黙ってて、うん、真面目な話、こっちは真面目な話してるから、今ね、と、この相談してくれてる人と。うん、だから、頭悪いんだったらちょっと黙ってて、うん。ついてこれてないんだったら黙ってて。うん、で、ごめんね。ごめんね。で、はい、難しい話だね。今日はむずいね。すいません、考えないようにが一番いいと思ったんですけど、かといってってことでしょ、考えてしまうと、それがなかなか難しくて、そうね。確かに今日はすごいむずいね。ごめん、聞くね。キャラがバラバラで生活するの疲れる？はい、疲れないよね。それが普通だもんね。はい。疲れないです。逆に今すぐにそれをやめることの方が難しい。だよね。だから分かってない、はい、ついてこれてないやつは黙っててって言ったじゃん。本当に。バカだから、本当に。バカちょっと黙ってて、うるさいから。ごめんね。ちょっと、自分のことだと気づいてないバカがいたからさ、お前のことやでって教えてあげてるんだ、今、ごめん。ただ、今回、相談させていただいて、変わりたいって思ったのが、強く思ったのが、はい、私、昔よりは今すごく幸せだなっていう実感もあるんです。毎日安心して眠れる場所があるとか、自分が好きな時に食べられるとか、なんか、なんだかんだ言っても、生活が守られているというか、そういう、そうできない人もいる。っていう価値観の中で、来たんですけど、そうね、ただなんか、うん、幸せになるってどういうことなのかなって考えるように、今より、昔よりもマシで、今も幸せはあるけど、でももっと、幸せなのが分かんないんですけど、分かるよ、言わんとしてること。はい。うん、だけど、
もっと本当楽に生きれることがあるんじゃないかなとか、もっと、なんていうの、プラスを、今まではゼロか、マイナスからゼロに戻って安心していたんですけど、ずっとそれで来て、そこに疑問はあったけど見てみないふりしてきたんですけど、でも、この年になって、で、お兄ちゃんが、高校卒業してから、まあ就職するのか、大学に行くのかがまだ決まってない状態とかの時に、すごく、今まで、やっぱり、ちょっと精神的に近くにいて頼りにしてた部分があったので、きちんと、親離れ、子離れもして、自分自身で心的に自立するっていうことをもっと考えなきゃいけないなとか、そうなった時に、自分にとっての幸せは何だろうとか、を考えるように、すいません、まとまらなくて、いやいや、わかなっるよ。て、まあ、そうね。そうだね。これは辛いな。そこに関しては、まあそうね。いや、めっちゃむずいね。すげえね。どうしようかね。大丈夫かと聞かれると、自信を持って大丈夫と言える自分と、ダメな自分、ダメかもし、もうダメだって思う自分がずっと、入れ替わり、なんていうの、メンタルが、いい時と悪い時があるっていうよりは、いい自分と悪い自分が、ずっと平行で走ってる感覚、で、どっちにブレるのかは、私自身にも、わからないんですけど、まあそうなってきた時に、まあそこから土台の話に戻るけど、いやー、むずいとこだねー。これは。こいつマジで頭悪いな、本当に。ちょ、ごめんね。あのさ、お前さ、マジで匿名のクソ緑さ、お前頭悪いの、マジで。この人、ここまで自分で答え出してんのよ。わかる？だ、お前にその力量、今、俺とこの人の話についてこれてないわけ、お前が。普通面くり行って、ね、精神科行って、先生にここまで誘導してもらう話なわけ。これって。この人これで自分で全部出してんだよ、ここまで。わかる？で、メンタルクリニックでいつも言ってるけど、薬とかって、ね、その病気を治すためのサポートにしかならないわけ。結局治すか治さないか、どういうふうにするかどうかはこの人次第なわけ。で、この人今自分でそこに向かってってるわけ。だとすると薬もいらんし、なんなら。だからそこも判断できてないんだから黙ってろっつってんだよね、うるせえな。こいつ。死ねえお前、マジで。消え失せろ、カス。邪魔くせえんだよ。ここまでこの人自分で答え出してきてんの、ずっと。自分とちゃんと向き合えてる人なの。本当に。で、カウンセリングが今いらない状態やんって。この人に。この人の能力の高さ、自分で、お前だけなんだよ、把握できてないの。だから、この人の能力が高いから、
あの、多分俺が下手な言葉言っても、この人もすでにそこまでたどり着いてるから、それで俺言葉どれを選ぼうかなってやってるだけの話で、だ判断できてねえやつが口出しすんなよ、カス、しょうもねえ。あ、今ガタガタ大丈夫ですか？あ、すいません、ありがとうございます、大丈夫です。本当にもうこいつブロックしとこう、こいつは、うん、しょうもなさすぎるから、頭悪すぎ、こいつ全く何も判断できてんのに口だけ達者なクソゴミカス、マジでこの人の能力の高さ全然理解できてねえんだから、マジで、うん、すいませんね、申し訳ないですね、ありがとうございます、いいえいいえ、ありがとうございます、すいません、うん、いやまあだから、うーん、そうね、うーん、だから土台で物事、さっきの土台のところにも、はい、立ち返って話をすると、はい、うん、土台動向よりも、はい、まあだからそれを、だからあなたの表現の中でこれがこの考え方が土台っていうところの考え方になるかどうかわかんないけど、はい、今ある自分のところ考え、はい、今持ってる考えの中で、はい、新しいそのなんだろう、感覚、自分の感覚を精査して、はい、要は感覚っていうのは単純に、いろんな日常の感覚ね、はい、そう、それを精査して、でそこから、はい、まあここ近年の自分でそのデータを、はい、まあどう、こういろんなデータを蓄積してるじゃないですか、まあそれが、はい、なんて言ったらいいかな、自分と自分の周りに関わるデータがあるじゃないですか、はい、ね、そのデータに対して、はい、自分がどういう、そこに対して自分をどこに立ち位置を置くかっていう、多分この言い方で多分なんとなく伝わってるかな、はい、大丈夫か、でその自分の立ち位置に対して、その感覚っていうのがどこにあるのか、でその、はい、それとの距離感がどの程度自分とあるのかっていう、はい、だからそこから今、まああなたの言葉を借りると、ここから土台作ってって別に構わないんじゃないかなっていう、その土台っていうのはそれこそ、はい、じゃあ過去その13歳未満のところからの、はい、そこを思い出してからじゃないと作れないわけではないし、はい、うん、ただ俺がこの答えを出すのに渋った理由っていうのは何かっていうと、はい、やっぱり結婚なんですよね、はい、結婚のしか、結婚というよりも、結婚の仕方、はい、っていう、で、そこがベースになってしまうと、はい、そうするとそのまあベースっていうか基準ね、はい、その基準がちょっとこう逸脱してるものじゃないですか、はい、何からというと、世間一般から、はいはい、そうするとそこから作ってしまうと、はい、いやでもどうだろうな、でもそこまで考えられてるし、はい、そこまで物事を理解しているということは、それって普段何でこうファクトチェックというか、自分のその考え方がどう合ってるか間違ってるかの検証の仕方をしてますか、普段。むずいっすよね。むずいっすよね。多分、うん、自分じゃなく、うん、自分が大切にしてる人の反応で合ってるか、うん、それは二人っすか。そうですね、うん、なるほど、はい、
そこが自己確認というか、うん、その今後やっぱりその将来これから例えば主人と離婚することになったとしても、うんうんうん、あの男性と付き合いするとかいうのは多分私には見て、うんうんうん、私には難しいと思うので、うんうん、っていうことが分かっているので、うん、その一人で生きていく、うんという時に、うん、自分を頼りたい、うん、頼れる自分になりたいっていうのがあって、うんうんうん、はい、その自分を作る基盤、うん、土台っていうのを作りたくて変わりたい、変わりたいと変わるの境界線がどうしても越えられなくて、うんうん、でも、本当に人にそう、その自分のことを人に相談する。相談はたくさんされるんですけど、うんうん、相談するっていうことが、うん、相手がどうのこうので相談できないとかではなく、うん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 、なんて言っていいのかずっとわからなくて、うん。うん、それは簡単です。そこのレベルで物事考えてる人があんまりいないからです。多分思考力が多分他の人があなたに追いつかないからです、うん、たまに何言ってるかわからないとは言われる、うん、言われていて、私はやっぱり変なんだっていう認識ではいました。変なんじゃなくて、なんか僕配信でよく言うじゃないですか、1000人中1人か2人ぐらいしか考えてる人いないって、はい、物事考えてる人って、はい、言うんすよ僕。そのうちの一人か二人からで、二人だからです、あなたが。ありがとうございます。はい。うん。難しいな。だからそうすると。はい。うーん、でも、うんうん、すいません、いいですか？いいですよ。うん、一つその、うん、自分の、うん、実験って言ったらちょっとおかしいんですけれど、うん、なんですか、前に変わりたいと変わるっていう境目が、うんうん、ちょ境界線が、うん、飛び越えれなかったので、うんうん、思い切って、うん、相談をしてみたら、うん、超えれたんですよ。はいはいはい。なので、うん、今回その、うん、この今まで、うん、その言わない、もう言っても仕方がないし、うん、分かってもらえる人もいないし、もしかしたら、うん、嘘だと思われるかもしれないっていうのをずっと思っていて、うんうん、でもそれを、うん、そのプーさんだから言えるって言え、うん、言うことで、またこれも自分の中で、なんか何か突破できることがあるんじゃないかと思って、ご相談したので、その、明白なことがないことも、すいません、相談しといて、なんですけど、分かってるんです。うん。それは、なんか文章読んだ時点で分かってます。はい。だから今日なんかすげえずーっとなんか聞いてるじゃないですか。いつもだったらなんか結構ベラベラ喋るじゃないですか、はい、俺。はい。で、それで、そこは認識してたんで、で、どこの、何をきっかけにするかっていうところで、はい。なんか、要は、取っかかりが多分欲しいんだろうなっていう、なんとなくね、はい、文章全部読ませていただいて、はい、何を取っかかりにして、で、何をモチベにするかっていう、はい、多分そこが、自分の中で結構ちょっと迷子になってるのかなっていう。そうなんです、はい、そんな感じですよね。はい、で、そうなんです。それで今取っかかりになるものと、はい、じゃあ変な話モチベになるものって何かなっていうので、で今ずっと話を聞いてて、はい、その中で何かないかなってずっと探してたんですけど、
ここまでなんか自分の言ってることを分かってくださるの人に会ったのは初めてです。すいません、ありがああ、いとうごえいえ、ざいま全す。然全然。はい。そうっすね。むずいね。いや、だから、あなたもむずいと思ってるように、僕もむずいなと思ってるんですよ、これ。だから、そこら辺を、卑下しなさらないように、自分がこう思いつかなかったり、なんかそれを取っかかりをなんか作り出せないのが自分が能力がないからだとかって勘違いをしないように、僕もずっと、今日言葉数少ないじゃないですか、相談中僕。多分、他の相談多分何件か見てくださってるのだとすれば、まあ大体僕、いつも喋ってるじゃないですか、ベラ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 。それがあんまり喋ってないじゃないですか、ほとんど聞き役に回ってるじゃないですか、今。なんでかっていうと、やっぱそれだけ難しい話だなっていう。で、変なところ取っかかりにしちゃうと、かえって、なんか潰してしまうというか、その今せっかくやる気になってるところを、なんか、砕いちゃうような気がして。で、多分おそらく、そこは自分も、薄々思ってるじゃないですか。ね、こう、今すごい、こう、モチベ的には、モチベというか、なんだろう。やる気というか、やってみたいっていう思いがそうなん。あるにもかかわらず、なんかそこの入り口ミスっちゃって、変な方向行ったら、なんか逆に自分潰しちゃいそうなっていう不安があるじゃないですか、多分。だから、間違ってもやり直せることも、自分の意識が変われば、自分の、外的な環境は変わらなくても、自分から見える景色は変わるってことも分かってるんですよ。なんですけど、次、今、本軸みたいなものを崩したところで、手探りというか、自分から望んできたことなので、人からされたよりは不安は少ないんですけれども、すごい抽象的で申し訳ないんですけれどないでも、すよ。真っ暗の中で手探りで何か引っかかるものを探している状態な感じで、そこが過去というか、その今までの自分でしようとしたんですけど、それがどうしても違う、ダメだなっていう方向に行ったので、じゃあどこに引っかかりを求めるのかっていうのが、だ、ちょっとビビったって感じっすよね。変な話、簡単に言うと。そうっすよね。だから、子供っていう軸はもちろんあるし、わかります、何がどうなっても私はいなくならないので、それは、だから、要は、ね、せっかくも、まあ簡単に言うと、せっかくね、じゃあ、なんか一言で変われそうだなってなって、で、じゃあ、変わりたいから、変わろうに変わったときに、自分のこう余裕ポンと作った時にそこに変なものが埋まっちゃったってことですよね。で、そうそなれんがです。なんかちょっとビビってるってことですよね。他の方法を試した時にそうなっちゃないかなとか。思ったより、その重圧が、私の予想してたよりは強くて、そうですね。そこを解決しないといけないのかなっていうふうに思うけども、それはできないっていうせめぎ合いがあって。多分そこは、さっきも言った通り、そこは掘らない方がいいですね、多分。俺の感覚的にはそこ掘らない方がいいです。だから、その13歳前のところは、多分掘り返そうとしない方がいいです。多分。ありがとうございます。おそらく多分それ掘り返すと、下手すると大きなトリガーになっちゃう可能性があるから。そうですよね。そうですよね。自分の感覚が、信じれなくて、聞いてみたくて。そこは多分掘らない方がいいです。それを、思うっていうか、ダメなのかなと思って、じゃあやっぱりちょっと向き合わなきゃいけないのかなって思うだけで、涙が出てきて、手も足も、なんていうかな、震えるので、多分、本当に、自分にとっては、それが、なんていうのかな、それがあるから生きていけるっていうことにつながってるから、
その思い出せない、なんか向き合えないんじゃなくて、向き合ってはいけないのかな。俺はそう思います。はい。うん。なんか、それすっごいでっかいいろんなトリガーになりそう。下手すると、全てがどうでもよくなっちゃいそうかもしれない。ぐらいの、多分大きなトリガーな気がするんで。はい、俺はそのタブー、俺だったら引っかき回さないです。はい。うん。ありがとうございます。だから、そこそのままにして、はい、まあ基本的にはそこにはもう触れないっていうのが一番多分、はい、うん、で例えばそれが、もう見えてるフラバだったら、はい、向き合ってもありだと思うんですよ、はい、うん、でも見えてないフラバの場合は俺は避けた方がいいと思ってるんですよね。はい。うん。見えてるフラバって、例えばじゃあ何かしら、じゃあね、分かりやすいところで言うと、じゃあいじめがありまし、昔いじめられてました、はい、そのいじめのフラバっていうのが、はい、じゃあこういうことされた、ああいうことされたっていう見えてるフラバであれば、まあ、ある種向き合って答え出すとか、っていうのもある種方法としてはあると思うんですけど、まあそれはもうメンタルによりきりですけど、はい、その内容が不明瞭なものであるんだったら俺は触れない方がいいと思うんです、はい、下手に、はい、だからそこは交わした上でそこから土台を作っていくっていうことで考えた方が絶対いいし、はい、じゃあもう一回来てもらっていいですか。はい、はい、多分俺今日、はい、おそらく思考が鈍ってるっす、はい、申し訳ないです、はい、マジで、はい、でどうしようかな、今度、夜、はい、通話できる時があったら配信中 LINE 送ってもらっていいですか。今行けますとか。あ、うん、次男が、うん、入眠する時間がすごくまちまちなので、はいはい、またの配信の時間帯で、うん、眠ったタイミングがあったらで、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。それで、はい、で、わかりました。ちょっと僕も今思考が、追っついてないんで、はい、はい、なのでちょっとそこら辺でちょっと今日なんとなく思考が鈍ってる状態なんで、お手数をおかけしました。いやいやいや、全然全然、もうちょっとパキパキにしておくんで、うん、脳みそ、はい、はい、なんかどうしてもスイッチが入んないです。ありがとうございます。はい、はい、すいません。なのでちょっといつでもいいんで、都合でいいです、はい、そちらの、はい、今日通話話せますっていう日があったら、配信中でも、はい、何中でも僕いいんで、またちょっと LINE 送ってもらっていいですか。はい、わ、はい、かりました。と、はい、いうことで、ありがとうございます、うん、はい、でも長々とありがとうございます。自信持ってくださいね。思考力めちゃめちゃ高いっすよ。ありがとうございます。いえいえ、本当に別に僕をおだてないんで。ありがとうございます、はい、なので自信持ってください、その辺は。はい、っていうことですね。はい、なかなかとありがとうございます。いえいえ、すいません、なんか答えも全く出せずに申し訳ないです、はい、いえいえ、すいません。いや、でも、うん、私もその今まで吐き出したことがない思いを吐き出してからの自分っていうのは、うん、多分違うと思うので、うん、またその中で思った気持ちがもしかしたら今までと違うこともあるかもしれないので、うん、もしまた、あ、もしというか、あったら次に、うん、お話できた時にご報告させてください、うん、そうですね、はい、はい、で僕もちょっといろいろ考えておきます。すいません、ありがとうございます。いい、はい、また来てください。はい、はい、ということでした。ありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼します。はい、まあということですね。ちょっとね、ちょっとね、俺の脳みそが今日働いていなかったっていうのが一番でかいね。